皆さん、ごきげんよう、皆さんごきげんよう、ごきげんようのごきげんよう、本日もゆうときょうびーチャンネルの時間がやってまいりました。今回もテンションの低い動画となってしまうことを心よりお申し上げます。今回ついにですね、私たちのきょうびーレーシング ZC33S 不具合が発生しましたのでご紹介させていただきます。これよりちょっとディーラーの方に行ってその症状を報告して優勝修理になるのか無償修理になるのかちょっとわからないですけれども、やっていきたいと思いますので、何卒最後までご覧いただければと存じます。ちょっと、テンションの低い動画となってご視聴重ね重ねお詫び申し上げます。ではどうぞご乗車願います。はい、お待たせしました。とりあえず走っております。どういった不具合かと言いますと、マニュアルトランスミッションの車に乗りの方にはあまり関係のないことではあるんですけれども、ご一緒に見ていただきたいと思います。まあ、これオートマなんですけれども、通常このパドルシフトを操作するとシフトアップシフトダウンという形でマニュアル操作ができる形となっております。ただパドルシフトでシフトダウンをするんですけれども、ついにゴールを操作しても見てください、押しても押してもようやく4回に1回 確率的に 25% の確率しか成功しません、シフトダウンが。これをですね、ユッペ氏がこんなことがあるということで言ってくれたんですよね。はい、ネットで調べたところによると、パドルシフト効かないというワードで、検索をするとツイフトスポーツというワードを入れなくても上位にツイフトスポーツのパドルシフトでシフトが下がらないという事象が結構皆さん起きているという投稿がありました。ということで、これはリコールとかそういったことになってないような感じですし、ね、まあ、3万キロとかでこんなこれが効かないのはちょっとやばいですよね。例えばタイヤが3万キロでなくなるとか、ブレーキパッドがまあ数万キロで消耗して交換っていうのはまあ消耗部品だからいいんですけれども、これはシフトダウンできないと非常に走行中も危ない。そう、まあ、ブレーキの補助という役割も兼ね備えておるんで、このエンジンブレーキはね、それをエンジンブレーキをかけれない、思った通り、それでこれでもし万が一サーキット、まあ、サーキット走行で事故するのは自己責任っていうことですけれども、まあ、サーキット走行でこれが効かないっていうことになったら、もうこれ完全に突き刺さりますよね。突き刺さりますよ、こうあそこにエスケープゾーン飛び越えてもう完全にタイヤのブロックに突き刺さるという最悪の事象が発生する恐れがある不具合であります。これはぜひとも無償による修理を依頼したいところであります。というふうに私は強気の態度でカーディーラーに突したいと思います。突します。こんなもん危ないですよ。これいつもブレーキバンバンバーンって、ね、減速して止まってたところが、これブレーキだけに頼る、これ非常にシビアなブレーキ操作で、これエンドレスのブレーキバトル、もうすごい面倒くさいですこのブレーキの立ちは。これを毎回毎回するのすごくしんどいので、なんとかこれを直したいと思います。ということで行ってきます。なんか最初からそのブンブンってやってブレーキをかけるのに慣れてるからさ、うん、その感覚でやるけど、うん、ブンってこうパンパンって押しても何にも変わらへんから、うん、おどうするどうするってなって、そうそう、こう目線がこういろんなとこを見なあかんからめっちゃ忙しくなって危ない。なんか元からブレーキパッドっていうの、そろ、まあ普通足元のブレーキだけを踏むようにな感じで運転してたらそんなことないし、多分これからもそうしたらいいんやろうけど、うん、やっぱこう便利やんか、このパッドがあってプンプンってやったら下がるとすごい運転が楽な気がするから、うん、ちょっとないと困るよな。ないと困るよね、うん、しかもこんなすぐに聞けへんようになるって、そうそう、ちょっと。ちょっと3万キロ速いよ。だって他 のネットで調べた人たちもほんまに3万キロとかその辺レベルで壊れてるからね。なんでみんな壊れてんのにリコールとかいうのになれへんの？いや、これは大変だってならへんの？いや、それも聞いてみな、わかんな。聞いてみよう。命に関わるような不具合じゃないってことなのかな。まあ、命に関わるような不具合じゃないと言われたらそうやけど、急に走行中に急にエンジンが止まってブレーキも効かへんようになるとかそういうのやったらすごい危険やけど、うん、まあ、そういうわけでもないしな、うん、ブレーキ踏めば止まるでしょっていうことかな、うん、いやでもこれで D と M しかないわけやん、うん、これであの普通のオートマやったらセカンドローってあるやん。ああはいはいはい。でももうそれがないからさ、そうやな、セカンドロースができひんのよ、これが効かへんかったら。そう言われたらそうやな、うん、だからこれはもう重大
事故として鈴木にはしっかりとコメントをいただかないといけないよね。そんななんか偉そうに言うのかわいそうやわ。ディーラーの人いい人やもん。そういうことはまあさっきとりあえずディーラーの方に行って症状を見てもらって今後の対応をちょっと考えたいと思います。では一旦スタジオに お返しいたします。どうぞ。はい、本日もゆいとキヨピーチャンネルをご覧くださいましてありがとうございました。今後機会がございましたら今回のようにツイストスポーツの不具合の発生から解決までを動画にしていきたいと思います。もし気に入っていただける可能性が少しでもございましたら是が非でもチャンネル登録をお願いします。次回のゆいとキヨピーチャンネルはカーディーラーに行って修理にどれくらいかかるのか、またどのようにして処置したかをご報告いたします。ぜひ次回もご覧いただければ嬉しく存じます。以上です。